猛暑続き、本当にぐったりする毎日でありますが、はい、暑さを吹き飛ばす北の大地のグルメが並びました。大人気のイベント、夏の北海道展、今日から福岡市のデパートで始まりました。タラバガニや今が旬の花咲ガニなど4種類のカニを一度に味わえる贅沢なお弁当に、北海道産メロンの上にミルクソフトを乗せた欲張りスイーツ、北海道グルメ目白押しのイベントが今日から大丸福岡天神店で始まりました。注目は猛暑に打ち勝つひんやりメニュー、熱々をイメージするラーメンも、これスープに氷が入っているの見えますか。出汁で固めた氷なので溶けてもスープが薄まらないんです。また中に柚子が入っているのでさっぱり味変も楽しめます。美味しいです。今回は品揃えにも特徴があります。猛暑で外出を控えがちになる中でも自宅で手軽に北海道の味を楽しんでもらおうと、持ち帰ってすぐに食べられる商品を増やしました。一人分にカットされたキッシュは北海道産のクリームチーズとウニを贅沢に合わせています。こちらは何ですか。自慢のピザを、食べやすいサイズにしたピザボニーです。どうぞ。わ、美味しそう。いただきます。チーズが濃厚です。魚介の旨味が凝縮されているのですごく美味しいです。自宅の電子レンジで温めるだけで食べられます。自宅とかでも食べられるっていうのはいかがですか。いや暑いっていうのが一番ですし、まあ、こうやって北海道の美味しいものを自宅で食べれるっていうのがすごくありがたい。エビの甘エビの2000匹を出汁に出したスープカレーっていうの、一人暮らしやけに1個買った。北海道の風は感じられましたか。まだ暑いけどね、ソフトクリームでも食べようかと思いちゃったけどね。訪れた人を虜にするソフトクリームは大人気。北海道産の牛乳と夕張メロンの果汁をたっぷり使いました。はい、どうぞ。わー、ありがとうございます。はい、いただきます。メロンの果汁感じます。この一つですごくひんやりしました。猛暑の福岡にいながら北海道の味を楽しめるこのイベントは今月19日まで開かれています。